おはようございます。見てみましょうか。じゃあちょっと失礼します。苦しちょっと苦しそうですね。これめくって進めないですよね。大丈夫ですよね。あ、眠い。あれ、一人がちょっと見当たらない。これはですね、去年地主かくまきがやってましたね。地主先輩ですよね。まさかのかぶり、かぶり、かぶりです。かぶってますね。これ多分知ってないとは思うんですが、起こしたいと思いますね。おはようございます。大丈夫ですか？おはようございます。イタリアのシェフに。イタリアのシェフ。ミリオーネの支配人の。なんですか。大丈夫ですか。血回ってないんで。大丈夫ですか。なんですかこれ。寝起きです。まったくこれまたもう一週間何回やろう気するんですかもう。そんなやつです。これ何の袋ですか。蒸気が溜まってます。曇ってます。ゴミ箱これ被ってたはずなんですよね、起こせ。あ、ちょっと、ん、何ですかね。被るのは事故。あれ、寝言ですか。あ、でも目つぶってらっしゃいますよ。目つぶってらっしゃいますね。疲れてるんですかね。まだ、いや、寝てますね、これ。いや、起こさない方がいいんでしょうかね、これ。いや、やっぱりね、寝起きドッキリって言ってもちょっと寝起きをね、この状態で撮った方が、うん、なんかかわいそうな気もしますよね。すごい熟睡してるんで寝言がね、はい、寝言。またあポリシーがポリシーちゃんとシンボルを隠してますけれどもねちなみに被ってましたか、去年と。被ってないですね。あ、ここは被ってないところなんですね。ちょっとグレードアップしたようないや、でもなかなか起きそうにないんで、ちょっと今回は先生に寝かしてあげましょうか。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。お疲れ様でした。起こせ。え、もう足が限界だ限界多くないですか限界を極めるのがすごいなじゃあもう起こしちゃいますか。起こしましょうか。おはようございます。おーおー、びっくりした。おー、びっくりした。やっちゃいますねあ、どうしたんですか。なんですか。寝起きドッキリです。あ、肩がさ肩がすごい肩かアメフトの選手みたいになってますけれどもすごいですね。またんすか。もう多いっすわ、本当に大丈夫ですか。な、夢見てらっしゃるんですか。あ、クレーンでブランブランされる夢見てました。ちょっと何言ってるか分かんないですね寝起きはよろしいですか。もうよくないですよ、もう何回も何回もやられてそうですか。眠いっすよ、すごい、だいぶ爆睡してたと思うんですけれども。あ、でもちょっと少し
はい、心地は良かったです、ね、普段よりは肩幅広くないのか下がってきちゃって今回も寝起きドッキリ成功ということで、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ私たちの掛け声で寝起き、はい、ドッキリって言ったら大成功をみんなでお願いします。はい、せーの、ドッキリ大成功ねえねえ